サラ・ソリベストルモは、スペインの女子プロテニス選手。バレンシア州、カステリオンケンラ、バイド一章を出身。WTA ツアーで、シングルス一勝、ダブルス二勝を挙げている。身長176センチメートル。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。WTA ランキング最高位は、シングルス35位、ダブルス40位。2012年3月には、 スペインのマドリードで開催された ITF 女子サーキットのシングルスで優勝し、同レベルでの初優勝を飾った。2012年には ITF 女子サーキットのシングルスで4勝を挙げている。2014年にはベルギーのウエストイコールフランで練習、ウエステンテで開催された ITF 女子サーキットのシングルスで優勝した。過去の4勝はいずれも自国開催のクレイコート大会であり、 他国開催での優勝、ハードコートでの優勝は初めてだった。2015年にブラジルのリオデジャネイロで開催されたリオオープンのシングルスで WTA ツアーデビューした。2016年2月にはブラジルのサンパウロで開催された ITF サーキットのシングルスで優勝し、2016年6月にはドイツのエッセンで開催された ITF サーキットのシングルスで優勝した。 いずれもクレーコート大会だった。2017年4月には、コロンビアのボゴタで開催されたクラロ・コルサニータス、カップのシングルスでベスト4となった。2018年4月には、メキシコのモンテレーで開催された、モンテレーオープンの女子ダブルスに出場し、イギリスのナオミ・ブローディと組んで優勝した。ソリベスト・ルモにとってもブローディにとっても、WTA ツアー初優勝となった。 2018年7月30日には、ダブルスの WTA ランキングが、自己最高位の62位となった。2019年5月には、モロッコのラバトで開催された SAR ラプリンセス、ラーラメリアムグランプリの女子ダブルスに出場し、同胞のマリア・ホセ・マルティネス・サンチェスと組んで優勝した。2019年6月10日には、シングルスの WTA ランキングが、 自己最高位の64位となった。2019年6月には、スペインのサンタ・ポンサで開催された、マヨルカ・オープンの女子ダブルスに出場し、マリア・ホセ・マルティネス・サンチェスと組んで、準優勝した。2021年の WTA 戦大会である、マイアミ・オープンではベスト8となった。1回戦で、アメリカ合衆国のベルナルダ・ペラに勝利し、2回戦で、 第13シードであるアメリカ合衆国のジェニファー・ブレイディに勝利し、3回戦で、第21シードであるカザフスタンのエレーナ・リバキナに勝利し、4回戦で、第27シードであるオンス・ジャバーに勝利したが、準々決勝で、第8シードであるカナダのビアンカ・アンドレースクに敗れた。2021年の WTA 戦大会である、ナショナルバンクオープンではベスト8となった。 一回戦でカナダのキャロル・ジャオに勝利し、二回戦でロシアのリドミラ・サムソノワに勝利し、三回戦でチェコのカテリナ・シニア・コバに勝利し、準々決勝で第4シードであるチェコのカロリナ・プリスコバに敗れた。2021年7月に開催された東京オリンピックのテニス競技では女子シングルス、女子ダブルスの2種目に出場した。女子シングルスの一回戦では、 1> 第1シードであるオーストラリアのアシュリー・バーティに勝利し、2回戦では、フランスのフィオーナ・フェロに勝利し、3回戦では、ロシアのアナスタシア・パブリュチェンコワに敗れた。女子ダブルスでは、パウラ・バドサとペアを組み、1回戦では、メキシコのジュリアーナ・オルモスト・レナタ・サラスア組に勝利、したが、2回戦で、第1シードでもあるチェコのバルボラ・クレイチコバと、カテリナ・シニア・コバ組に敗れた。 2021年全米オープン女子シングルスでは、1回戦で、第22シードであるカロリナムホーバに勝利し、2回戦で、射宿ゼンマイに勝利したが、3回戦で、エマラ・ドゥカヌに敗れた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト QF イコールベスト R イコール戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選戦敗退。 LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。